着水した後、三尋にはとりあえず俺の浮気を貸してやった。寝ぼけ眼のトアを突き合わせて、突き沿わせて着替え室に待機させたのが、させたのだがちょっとなんかもういろいろ動揺してるねこれなんか口が回ってない、ここからが問題。みひろが着れそうな水着をレンタル水着貸し出し中や売店で探してきたんだが、これが見つからない。発育が良すぎるんだよなみひろのやつ。しかし困った。このままだとみひろはずっと着替え室にいなきゃいけなくなる。それはさすがにかわいそうだ。こうきくん。ああ会長。そうこうしていると前方から会長と桜木が歩いてきた。あれ、みひろちゃんととわちゃんは？それなんですが、俺はみひろの状況をかいつまんで伝える。困ったわね。みひろちゃんに私たちの水着を貸して私たちがレンタルするっていうのは？カオルコ先輩、さすがに私たちのじゃみひろが着れませんよ。それじゃあどうしよう。だから少なくともここにいる4人の中でダントツででかいっていうことだよな、みひろが末恐ろしいよね、1年生だぜ。あ、カオルコ先輩、これと言って桜木が指差した先、インフィニティサイズ。そこには1枚のポスターが貼られており、ドーンと大きく女性用の水着のイラストが描かれている。インフィニティサイズウェアというらしい。イラストの横には A から J カップまで全ての体型の女性にフィットと煽り文句が打ってあった。へえ、特別な素材を使っててどんな体型の人にもフィットする水着らしいですね。あ、本当に？これならみひろちゃんも着れるんじゃないかな。でもこれ何かのゲームの景品らしいですよ。桜木が指さした先には確かにゲームの景品であることが書かれている。どうやらこのスパの特設ブースで何かしらのゲームを行って、そのゲームをクリアすればもらえるらしい。やろう、アーシェちゃん。え、私たちがですか？みひろちゃんのためだもん。私たち先輩が一肌脱がなきゃ。そうですね。俺も手伝いますよ。ありがとう、こうきくん。よし、じゃあ向かおう。今すげえ変な髪型したよな。特設ブースに移動してきた俺たち。係の人にルールを聞きに行った会長は棒アイスを一本持って戻ってきた。お帰りなさい。あ、どうでした？うん、なんでもこのアイスキャンディーをペロペロ舐めるんだって。ほう。それで制限時間内に棒に書かれてる文字を読めればクリアみたい。なるほど。なんというかこう前かがみになっちゃいそうな企画ですね。それじゃあ頑張ろう二人とも。え、私たちも舐めるんですか？一人ずつ挑戦とかじゃないのか。参加人数に制限はないんだって。人は多い方がいいし、こうきくんにも手伝ってもらおうよ。俺もですか？無理です。カオルコ先輩ならまだしも、なるみくんと一緒に舐めるなんて絶対に嫌です。俺もさすがにそれは。そっか、わかった。じゃあ頑張ろうね、アーシェちゃん。はい。これはいや、あのさ、これこのシーンがあるのは覚えてたし知ってたけどさ、いいのかな。でもさ、これ下手にさ真ん中にもし雲をつけたとしようや、そっちの方がなんかやばくね。どうするよこれ。いやー、どうしよう。頑張れ未来の俺。はい、行きましょう。というわけでゲーム開始の合図とともに会長と桜木は必死にアイスキャンディーを舐め始めた。なんかエロい、とてつもなくエロい。なんでだろうね。いかん、このまま見てると俺自身が反応しそうだ。そっと目をそらすことにしよう。は、うん、うん、
視覚だけではなく聴覚からもエロい素材が。これ逆に見なんかねえねえこれ見てないそれはそれでなんかイメージ補完されて余計によろしくない気が。スパリゾートってこんなエロい施設だっけ？違うよな。こうきくん。はい。なかなか解けないのこれ。やっぱりこうきくんも一緒に。ダメ、そんなのダメです。でもこのままじゃ制限時間に間に合わないよ。桜木。私が二人分頑張ります。え？二人分ってお前。これまで舌先でチロチロと遠慮気味に舐めていた桜木だが今それとは打って変わって積極的に舌を使って舐め上げていく。アーシェちゃん私も頑張るよ。うわぁ聞いてるだけで背中がゾクゾクしてくる。だが二人の頑張りのおかげかみるみるアイスは溶けていった。やった舐め切った終わったよ。あとはこれを読み上げれば終わりですねと言って二人は棒に書かれていた文字を見た。なんて読めばいいの？鹿の王の名？ブブーっと係のお姉さんが腕でバッテンを作っていた。多分当て字でしょうけどどうしよう私にも読めません。こうきくん助けて。普段国語の順位1位を自慢してるんだからこういう時くらい役に立ちなさいよ。してねえよ。でもまあこういう時くらい役に立ちたいってのは同意見だ。あでも後から途中参加ってありなんですか？係の人を見やると、まるっと腕でジェスチャーしてきた。それじゃあ遠慮なく。確かひじきです。おお、すごいよこうきくん。すげえな本当に。あれひじきなん？これでひじきって読めるわけないじゃない。ほら、鹿の尻尾の黒い毛の部分がひじきと似てるだろ。またしても国語でなるみくんに負けた。こんなん雑学の範囲だから気にするな。ありがとうねこうきくん、おかげで助かったよ。いえいえ役に立ててよかったです。そんなわけで水着をゲットした俺たちはそれをみひろに渡した。さすがインフィニティサイズと銘打つだけあってちゃんとみひろも着ることができ、俺たちは時間いっぱいまでスパリゾートを楽しんだ。お兄ちゃん眠い、抱っこ。なんかまあ泳いだりもしたんだろうけど、なんかなんだろうな、なんかこうドキドキはもちろんあるんだけど、どっちかというとハラハラがすごく締めてて、俺はどうしようっていう今気持ちでいます。あーすごかった、うん、お前な今日どれだけ寝れば気が済むんだよ。あいやおぶるんだけどさ。でもさすがに遊び疲れちゃったよね。そうですね、一気にリフレッシュできた感じです。英気も養ったし、しばらくは働き詰めでも大丈夫かな。恐ろしいこと言わんでください。どんな状況でも働き詰めは勘弁です。ああカオル子さんにアーシェさん、水着ありがとうございました。ううん気にしないで。それでこの水着どうしましょう。お二人はいりますか？私はいいかな。私もいいわ。じゃあ先輩どうぞ。うん、ありがとう、もらっておくよ。やったー、みひろの使用済み水着ゲット。
ちょっと何当たり前みたいに受け取ってるのよ。いえ、アーシェさんたちが必要ないなら先輩にあげるしかないかなと。当然そうなるよな。ならないわよ。もうなるみくんがもらうくらいなら私がもらうわ。アーシェさんは真面目ですね。あなたたちがおかしいのよ。やかましい。静かにしてアーシェ、寝れないじゃん。私のせいなの？そんな感じで冗談で桜木を翻弄しつつ、俺たちは家路に着いた。今日はいい休日だったな。明日からまた学校に漫画に頑張っていけそうだ。5月24日月曜日、なんかだいぶ経ったね。というわけで文化祭まで残り2週間だ。何かやるやつはそろそろ本腰入れて準備しろよ。もう2週間前っていうか、2週間前ならもうちょい、1ヶ月前じゃないけどさ、もう少しなんかこう、なんだろう、匂わせというかさ、まああるじゃん。準備が始まるなみたいな。3週間くらいは欲しくない？ 2 週間でいいのか。なるほどな。じゃあこの先は文化祭か。結構早い、6月中旬くらいなんだね。あー、なるほどな。いやー、じゃあ一旦この辺で今日は締めましょうかね。いやー、なんかいろいろあったね。本当に楽しかったね。なんかプール掃除したり、アーシェとご飯食べたりで、まあプールだったり。なんかね、学校のプールもありつつスパリゾートもあるっていう、なんか不思議な感じもあったけど、まあ何よりもそうだね、やっぱすごいね。あー、でも楽しかったな。うん、よし、じゃあみんないいもの見れたと思うので明日も頑張りましょう。てなわけで今回はここまで。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。てなわけでバイバイ。